とはね、まあみんなも気をつけてほしいんだけど、うちさ去年と全く一緒な感じの夏風邪をひいてしまってさすごいツイッターで風邪ひいた風邪ひいたって日記、まあ心配されないようにコミカルに書いてたんだけど、お帰りありがとう、うん、書いたんだけど去年とね同じような夏風邪をひいてしまって、でね風邪ひいた時にすごい嫌な予感がしてね、すぐに病院に行ったんだよね。なんかね、そしたらね、なんかすごい薬をいっぱいもらってね、いや夏風邪すごいよ、喉の風邪なんだけどさ、まあ、最近は全然喉もね普通に良くなって、もう今ね喋れてるんだけどね喋れてるんだけど、なんかすごいのよ、もう熱も出るしね。でも点滴もしてもらって、もうね一回ね行った時はね、一回目はね点滴も何もなしで、ただお薬だけもらって帰ったのよね。でお薬飲んでたら元気なんだけど、まあね風邪はね今はもうだいぶ良くなったんだけど、まあ今年はねちょっと早めの処置が良かったのかなと。で薬がなくなったから、お薬なくなっちゃったから、お薬だけもらいに行こうと思って病院に行ったのよ。そう、お薬だけもらいに病院行って、すみません、薬だけもらうんでいいんですけどって言ったら、あでもとりあえず診察しないといけないんでって言われて、あじゃあそうですかって言って、お医者さんにね診察をしてもらったらさ、なんかちょっと喉見せてごらんって言われて、あははーって、あーって喉見せたら、喉すっごいよって言われてめちゃくちゃ腫れてるよって言われて、えそうなんですかって、これは点滴だねーって言われて、ま、点滴ですかってなったんだけどで喉のなんか治す抗生物質の点滴みたいなやつをね打ってね、なんかこんだけ喉腫れてたら熱も出るよって言われて、そうなんだーってなったんだよねそうで、それでまあ点滴をねされて、でうちね注射がねめちゃくちゃ嫌いなの、注射めっちゃ怖くてあただいまだよありがとね、注射がめっちゃ怖くて、血液検査とかするときとかもめちゃくちゃ嫌なのね、献血とかも怖いのよね、はね。だけどなんか点滴だねって言われて拒否できなくて、その場で点滴は嫌ですとか言えないじゃんそんなの、なんかちょっとやっぱりそこはさ、なんかはいって勢いで言っちゃって、言っちゃうよね点滴ですよって言われて、まあ普通はなんかお医者さんに歯向かうこととかできないじゃん、わかるでしょ、歯向かえなくて、ではいって言っちゃって、でそのままなんか個室みたいなとこ連れてかれて、ここに転がってくださいって言われてってなったんだけど、とりあえずじゃあよろしくお願いしますって腕出してでもねうちね血管が細いから注射難しいのかな、わかんないけど血管細いねって言われて、ってなってで「ってなってたんだけどね、看護師さんがねなんかまあとりあえずなんかちょっと笑われたね、あまりにもビビってたからふえーってなってもうめちゃくちゃビビってたらめちゃくちゃ笑われたで見てない方がいいよって言われて、でなんかこううーって目を背けて、でなんかピャ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 ってやられて、いやーってなったんだけど、まあでもねまあとりあえず刺しちゃえば痛くないですからね
怖かった。めっちゃ怖かったんだよ。